はいどうも、エタノールマスオです。今回はマカ錬金の有限、この錬金術有限ですね、これを3セット50×10 だから1回で5個できるよね。で、1回で5個できるから、それが1回で50個手に入ると。で、それを3セット150個。おー、いいね。これで何が出るのかちょっとやってみましょう。まずは1回目。はい。うわ、すげえ。めっちゃある。めっちゃある。やばい。フルで入れたんだよね。とりあえず欲しいのは、なんか弱徳超会心というのがあるらしいね。それが欲しかったりとか、あとはそうだな、ボウガン。ライトボウガンの、弾強化とかあんのかな、貫通弾強化とかあれば欲しいし、あとは装填拡張、もしくは弾道強化、弾丸節約、あと技物とか、その辺が欲しいですね。よし、見ていきましょう。まずこれは微妙ですと。はい、陽動非耐性、微妙だな。雷耐性、抜刀術力、まあ3スローだが微妙だな。いや、微妙。いやー、まあまあまあ、お！砲弾装填。これ、どんなスキルだっけ？これ割といいんじゃない？チャージアックスとか使う人は。どうなんだろう、わかんねえ。で、お！これ強くね？これ強い！ちょっと待って。スコーズ限界1ついてて、ニスロが2個ついてるわ。これ強くね？普通に。しかも、かきりめし使いって地味にありがたいし。これ強いじゃん。ニスロ2個は熱いよ。見切り1の1。ここで出るか、お前。はい、とりあえず1打目終わりましたと。挑戦者。ああ、挑戦者も出るんだね。広域か。微妙だな。微妙だな。お！ちょっと待って。攻撃レベル 3？ しかもニスロ空いとるぞ。いや、これ強い、これ強い。ちょっとこれ強い。いや、これやばいって。着得のスロットとか抜きにして、攻撃レベル7が可能だぞ、そうしたら。で、着得が装備でつければいいから。これやばくね？これだけで攻撃レベル4じゃん。で、あと3つつけりゃいいんだよ。リオレウスの腕でレベル2つけるし。で、スロット入れたらレベル、すげえ！神！これは強い！ビビる、これは強い。マジか、いいの出たな。まだ1周目なんだけど。1セット目でもういいの出てるよ。まあ、やっぱ赤いのがね、いい感じだね。じゃあ次か、2列目終わりました。20個終わりましたね。ドン。笛吹名人。笛吹名人もすごいいいんだよね。ただここでつけるかって言ったらそう、かなって感じだね。鬼見事今出るのか。マジ？鬼火まといも出るの？ああ、これもいいなー。ああ、これもいいな。さっきのやつよりいいな。高速変形、レベル2について、回避性能について、これスラッシュアックス向きだね。すごくいいです。ただ、使うかどうかはわからん。おー、装填拡張、レベル1か。防眼系があんま出ねえなー。毒属性強化のニスロ2個。結構ニスロ2個多いね。おー、まあ、3列目。微妙だったな。よし、次行こう。力の解放、睡眠、乗り。いやー、でも攻撃レベル3だからなんか気が楽だわ、すげえ。ちょっと使っていこうよ。でも弱徳とか出ねえなー。5列目行きます。弱徳出ねえな、これ。いやー、でもね、このラインさ、すごい熱くない？レベル、レアと7が1、2、3、4、5、5個ある。次だよ、次。へい！あー、もう、クソ雑魚じゃねえか、これ。これ、クソ雑魚じゃねえかよ。ふざけんな。おー、特殊射撃がレベル2ついてますね。あ、これ、ガンナーにはいいかもね。弱徳ついてんじゃん。うわー、でもこれかなり絞られるなー。ちょっと絞られすぎてるなー。次、次。くそ。毒属性強化いらんから。ラストです。さあ、来い。弱点特攻。もしくは技物。ドン！高速剣系レベル3。おもれえ、これ。これもうナルガ武器専用じゃん。
高速変形レベル3つけて、ただね、高速変形レベル1ついてる超優秀な防具があるんだよね。オロミドロの頭、あれめっちゃ優秀なんですよ。ね、2スロついてて2個、高速変形1個、1レベルついて。あー、でもまあ頭の自由度が増えるっちゃ増えるな。いやー、わからん。何がいいかもうわからん。この辺になってくると。いや、わからんよね。よし、ということで次は、また有限の2セット目、いきたいと思います。ちょっと素材がね、なくなってきたから、集めつついきますね。さあ、それでは次の50連いきますか。いや、これで100連回したことになるのね。早えなー。でもさ、無課金で100連回せるのって最高じゃね？いきます。うわー、ちょっと少ない気がするなー。レベル7ちょっと少、レア度7ちょっと少ない気がする。さあ、出るかな？レア度7じゃなくてもいいのは出るからな。ああ、いや、でもレア7が一番いいんだろうな。何これ、いらないよ。なんか声枯れてね、俺。ここのランはちょっと微妙でしたね。では次のランいきます。はい。うわー、くそ。このさ、レア7とレア4のほぼ同じだった、今。ノート、ハンド、この弾丸節約がね、いや、これもいいんだよ。ただ、スロットが欲しい。気絶再生レベル3。おー、まあまあまあ。ただ今回気絶再生スロ1でつけれるからな。すぐにつけれるからな。お、超会心来た。超会心来たけど、これどうだ。いやー、超会心来たか、どうだこれ。ラージャンの V を外せると考えたら結構大きいんだけど。いやー、いや、待て。ガブラスの、あ、これ、待て。ガブラスの鎧を変えれば、他に反映できるよね。そうだね、ガブラススーツで今埋まっちゃってるから。いや、全然ありっちゃあり。ありよりのあり。いや、なしよりのありかな。どれ？うわー、くそ！フルチャージきた。あれ？フルチャージってスキルあったっけ今回。いや、あるか。合人研磨。さあ、あ、そうや、3列目いってなかった。4列目いきます。ここのランも、こっからでしょ、勝負は。さあ、弱徳来い。なんか弱徳の方がね、いい気がするんだよね、俺は。超会心より。ふっ！鬼火まとい！鬼火まといレベル2。これどうだろう。なんかレベル3だったらありだよね。渾身レベル2のスロ3、1、3。ただ、いやー、キラ、あ、蒼天閣長、蒼天閣長来ましたね。俺欲しかったんだよね。次だぞ。ここはね、1、2、3、4個あるから。ちょっと先にこっち取ろう。あ、なんだか見たかった。あ、もうこれで終わりか。じゃあ行きます。あ、見ちゃった。せーの、ドン！うわー！抜刀術の力。これ、太刀には使えるのかな？うんこ。あー、まあ、ピンクじゃなかった。お、快進撃属性レベル2。これはね、ランナープラス快進撃属性プラス2やったらあり。全然あり。それだったらよかったな。次、ラストです。いやー、もう全然いいの出ねえじゃん。ちょっと待って。全然いいの出てねえよ。おりゃ！力の解放じゃねえんだよ。もう、よし、もう一回やっていきます。有限、あれね、今ナルタタ姫、ナルファタタ姫、そいつをね、早く狩る方法をちょっと模索してて、今だいたい1人でね、8分で狩れました。もうずっとこれ安定してるから、多分もうちょっとスキルいいの出ればね、5石いいの出ればもっと早くなる。6分はいかんかもしんないけど、もっと早くなる。
そう考えたら結構ね、この今装飾品5席かなり俺の中では熱いんですよ。あとガンダムです、5席ね。よし、ということでもう次の50連でラストですかね。150連ですよ。なんか100連でもいい気がするけどね。でも出てねえから悔しいからもう一回行くわ。150連行きたいと思います。来たぞー、150連目。さあ行こうか。お願いします。本当にお願いします。今ね、機嫌がめちゃくちゃいい。なんでかって、ナルハタタ姫6分30分出ました。一人でソロで最高の気分だね。よし来い。一番上1個しかねえじゃん。まあもう出なくても全然もういいわ。さあ弱点特攻ガンナーだったら、さっきねスキルを一応見直したんだけど、弾丸節約かな欲しいの。ブレーブレブレやー。うーん、2列目来い。ブレーブレブレ。あーマジか。うわー、行くぞ。全然ダメじゃん。今のはひどいね。行きます。もう何。あ、速射強化、速射強化は熱い。ちょっと待って、速射強化熱い、速射強化熱いんだって。これがこれがね、うまいこと組み込めたら強くなるんだけどね。飛び込み装填、はい2個きますよ。せーの、ドン。さっきからこういうの多くない？うん、そうだよね。だから属性となんかみたいな、そういうの外れようか。お、きたきた、技物レベルに来た。これでスロットが2だったら最高だったね。レベル2だったら最高だったね。いやでもいいよいいよいいよ、技物装備ができそうだぞ。そうしたら双剣装備にね、技物欲しいんだよね。お、弾強化あるんじゃん。ちょ、なんで貫通弾強化レベル2来い。貫通弾強化レベル2来たらそれ熱い。見切りに、おー、なんかさ、ちょっと使えるけど、どれがなんかもうありすぎて、どれがなんつうのメインで使うやつか分かんなくなってきちゃうね。食生学レベル4、すごいじゃん。普通にすごいじゃん。いや、あれは褒めるべきだよね。おおこれはこれは来た。ちょっと待って、これは来た。あり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 よりのありのりのありよりのあり、技物に攻撃1、いいよいいよいいよ、結構いい結構いい。ちょ、じゃあこれ後ろから見ていこうか。強靭か。うん、いや、いいぞいいぞいいぞ。腹痛赤いよ。おお、攻撃レベル2、3スロか。攻撃レベル4があるんだよね、俺。レベル4、2スロがあるんだよね。それが強すぎてな。やっぱあれ当たりあったんかな。うわ、とりあえずこれ取ります。次いきますよ。せーの、来い。うわ、今のがクライマックスか。じゃあ、150連目の150個目。